びしら外国人と見ていく配給 OVA リエーフ見参ということで、いよいよ来ましたよ。もう配給ね、一気最後まで見ていきまして、もうすごい展開でしたね。なんかブルロで俺かまされたわけですよ。なんというか、まあライバルのチーム一回負けました。でそこからリベンジ、勝ちましたじゃないんだよね。負けました、嘘って、2回目負けんのみたいなさ。だからそんなことブルロでしかねえやろぐらいに思ってたわけよ。一回負けたら次は勝つ、ところがどっこい、配給もまた、まあ配給の場合は最初紙一重で勝って本領発揮モードで負けたっていうのが正常の話なんで、マジかっていうような感じですけどもね。はい、今回は OVA ということでどういう風になっていくのか、なんか一発目からね、もう猫ちゃんがおりますけどもね。はい、猫マ関係あるのかな、気になるところでございます。それでは行きましょう。の前にグッドボタン、チャンネル登録ボタン、通知ボタン、ぜひとも押してください。あーっていうか、これプレミア配信してるやね。プレミア配信のみんな元気俺もコメント欄にいるけどね。はい、ということでなんかちょっと不思議な感じじゃない、やっていきましょう。レッツゴー、来た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 、これドラえもんかないやかましいねんな、ドラえもんちゃうやろみたいな。あー、やっぱ猫間だ、猫間界。もうこの服の色は完全にそうですよ。これそうやろ、誰や。おう、で裏は、いやいやいや、画質、画質綺麗。モンハン、これモンハンやんな多分これ。うわ、今度あったな。 PSP、 POP って何やねん、 POP って何やねん、やられとるやんけ、やられとるやんけ。結構むずそうだな。おう、そこクロちゃん、でもちょっとずつつかめてきてるから。完全に猫魔界じゃん。あと30時間くらいやれば毎日よく配信、配信。そんな暇があったらバレエの練習しようぜ。何事もなく30時間。だから日曜の朝から学校に来てるんでしょ。あれ五条先生だっけ声が。で、インハイ予選負けちまったからな。実際春高予選なんてあっという間だぞ。ああ、五条だ、多分そうだ。バレエ飽きないよね。五条戦だ、俺完全にじゃん、猫魔界じゃん。おはざ、すげえじゃん。おはざっす、あ、出た、第3の田中。順番的な第2の田中、第3は正常や。お、俺は風、早きこと風のごとく。さっきの1年は早めに来いっていつも言ってるのね、さっきのあの野郎。お、俺は林、林、静かなること林のごとく。なんかそんなおったな、なんだっけ、あいつがいないと静かでいいけどね。違う、なんだっけ、なんか戦国無双かなんかで使ったの、そいつ今日も道草食ってんすよ。なんだっけ、風林火山みたいな、野良猫みたいなやつだね。七肉林みたいな。そして俺は七肉林が違えか、しなやかなること。おお、猫のごとし、猫のごとし、当たったー当たったもうコメント欄でみんなあのクラッカー、クラッカー、お誕生日のクラッカーをあの出してください。バラ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 って有薬出勤か。おお、新キャラやん、アイバリーエーフ。おお、天山出たです。猫、猫、めっちゃ猫、細めからの猫、細め大体やべえやつなんだけどもね。はい、もう大体やばい、ブリーチでもやばい。まあいいやつだったけどな。うん、103な、かっこええねんな。あいつのもう動機もすごいよな。ストレスだったろうな、以前のもとで。マジで何の話やねん何の話やねん。全員いい感じに気合が入ってますね。良きコーチ、このコーチええねんな。なんだ、うーん、微妙な反応やな。うーん、バッカな、手で取んなっつってんだろ。ああ、腕で取るな、体でってこう、ふんってこういかなあかんのか。センスはあるんですけどね、動き大変やな。ああ、ロシア人とのハーフだけ、待て待て待て、ああ、ロシア人とのハーフは取ってみせます。もういっちょ、ああ、センスはあるんですけどね。ああ、ハイバリエーフ、ハイバリ、ロシア人とのハーフだけあって、ハイバリエーフ、あ、リエーフ剣山ってなんか聞いたことねえ言葉だなと思ったけど、はぁですけどね、ハイバリエーフ、ハイバリエーフ、ロシア人とのハーフだけあって、うん、あの身長、手足の長さ、身体能力、俺普通だけど、どれを取っても日本人離れしたい。お、俺全然どれを取っても普通っすね。はい、身長178、サバ4で180なんで、はい、普通、普通。できたじゃないですか、はい、見ました。バカ、前見ろ。リエフ健三、リエフ、リエフ、あの性格ですからね。じゃあ2期で分かれ活躍するのかな。まだまだ教えなければいけないことがたくさんあります。いや絶対活躍するわな。でも、うん、これは春高予選、面白くなるんじゃないですか。春高ということは次の戦いがな、いけねえな。おう、おうおうおお、なんだこれ、今のフェイントじゃないの。今惜しかったですよね。あー、フェイントじゃないのね、ごめん、めっちゃフェイントかと思った、本当に狙ったのね狙ったのね。もう一回お願いしちゃった。やったやった、また空振るし。おう、うん、おう、うん、なんかうまく回ってねえな、なぜだ。よで、それを見抜いたな、おっちゃん見抜いたな。なんだ、何が足りない。おう、
また猫っぽいな、本当に。単純に腕がねえのか。思った方向に行かない。でも高校から始めたばっかなのにすごい進歩だよ。そっか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 。4月にこれくらいだったらリエフもゴミ捨て場の決戦に連れてってもらえたのにな。出たゴミ捨て場の決戦。まあ、でもエースになるのは時間の問題だけどな。おお、調子ってんな。なんだ？調子ってんな。俺と張り合おうってのか。おお、ヤンキー、ヤンキー入れ。バレーで勝負しましょうよ。うまい逃げだな。しかも負けるやろ。え、俺なんか変なこと言いました？どっちにしろ負けるやろ。どっちにしろ負けるわよ。来週の土曜日、近所の国平高校を招いて身長でけえな練習試合を行う。この時期にですか？ほう、袋投げグループの合宿も近いのに珍しいですね。袋投げ出た。おう、リエフ、 お前その試合出てみろ。おお、いきなり。マジですか？おお、任せてください。練習試合を監督思いっきり使っていくね。リエフはまだトスに合わせるのも難しいですし、試合はまだ。ケンマ、いや、成長速度を考えてか。リエフにトスを上げてやれ。おお、無理ってどういうことですか？見抜いてんのかな。以上、成長者姿を頑張んなさい。いやー、なんかええな。このおっちゃんの言うことだったら安心して俺聞けるわ。もう知らんけどとりあえずやるわって感じ。なんか安心感がある。だとさ。あ、しかし監督、どうしてリエフを？井岡も育ってきてますし、チームも安定してきてます。うん、それに井岡はあのカラスの10番を止めたんですよ。井岡がどうこうというわけではないよ。はいはい、春高予選まで2ヶ月を切ってます。おう、ここは着実にチームの完成度を上げていった方が。状況的には、え、影山くんの位置になるとかある？そういうことだから、菅さんと影山の2セットみたいな感じでこのリエフくんもなるのかな。上げていった方が。位置はともかくとしても、無難ブロックだったもんな。その話は予選で負けた。おお、予選負け。先に進むために選ぶべきは何か。じゃあ予選で負けたってことは、第、まあ、1戦目か2戦目かは知らんけど、とにかく予選、あの全体のトーナメントの予選、あれを通して予選というのかな。であれで勝ち抜いてさらに全国で戦うっつう感じかな。いや、でもそういうことだよね。でこっちの方で負けたっつうことやんな、多分最初の1戦か2戦か知らんけど。そういうことやんね。ってことは状況的にはカラスノと似たような状態、互いに負けてしまったっつうことかな。さて、あの認識があってのはコメント欄で助けてください。すいません、アホなもんで。お願いしまーす。お願いしまーす。の、いや本当に猫だな。目が猫やん。で、目を閉じてるんじゃなく基本開けてるやんな。103タイプじゃないの。ジャンプの高さ、おバックスイングの大きさ、みんな注目だから、うん、ここからよし、完璧なトス。あ、じゃあ違うわ。セッターにいるのが彼じゃないわけか。はい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 。今も上げてるからこっちがセッターであって、彼は位置的には一人時間差です。日向一人時間差だね。ある意味大物だな。日向一か。お前ら日向一だ。自分の練習しろ。そういうことや、そういうことや、そういうことや。そしてだいぶ リエフの相手大変そうやね、うん、でまだやってんのかよ。入ってきた時からあんまり絡んだことないし、制服姿見れるのレアやね。ケンマとリエフじゃ水と油コンビニの写真とても混ざり合うとは思えないもんな。おまあ見ててください。おお、今度の試合には間に合わせてみせます。これなんだっけ、こういうのって。お稲荷さんか。お稲荷さんだ。お稲荷さんだ。だから夏どっから来んだよ。お前のその自信は自信すごいよね。レギュラー取れるようにもっと頑張るっす、うん、いいね。俺がなるのはレギュラーじゃなくてエースだけどな。守備を奥にできないやつはエースとは呼ばないんです。まあ向上心はすごいよね。でもこれから2週間、うん、エンマさんとバッテリーればですよね。絶対うまいわ。みんなそれぞれなんかパン、めちゃくちゃにはお稲荷、合わせられない、おにぎり、ラーメンと分かれてるね。セッターじゃないし。で、ゲーム。え、誰？昨日話した飲み物。宿命のライバル、ゴミ捨て場の決戦。おお、来た来た。カラスのとか言う。とか言う。そこの1年にとんでもないのがいるんだよ。そうなんですよね。目をつぶって打つチビのミドルブロッカーとそれに完全に合わせるセッターが。すごいよね。そのチビちゃん、これがまた基礎は全然でな。こいつヤクさんよりもチビなんですか？ほう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 。まあいいよ、今殴っていいよって言いそうになった。ないこと。はいはい、もうそれは。でもそれでレギュラーなら俺だってそれでレギュラーって結局ディスってるわ。えおー、どうしてっかなあいつら。お、これで話転換するかな。そっちになんかもうレアキャラに思えちゃうんだよ。なんか風雷の試練みたいな格好しとんな。試練みたいな格好してんな。まったかちくしょう。おお、やってる。うわうわ、すげえ。なんか有名人が出てきた感じ。お、何ゲームの名前は。モーハン。一応学校関係者が目の前にいるんだから堂々とゲームしてるんじゃないよ。お、練習が終わったら俺は知らねえぞ。
いいな、ケモが言ってるやつだ。学校に持って行っちゃダメってことが。こいつにやられちまうんだよ。うん、いいな、いい兄貴だな。俺が仇を取ってやるぜ。仇を取ってやる。草、うまいの。うまい、うまい、うまい。いや、動きが野安さんと同じなんだよ。え、避けたバカってことこれ。攻撃完璧に受けたぞ。あるにすげえ。攻撃はうまくいかないけど。相手の攻撃を食らわずに振りかかって倒せばいいんですよね。うん、まあまあまあ、そういうことだね。口で言うのは簡単だよ。うおー、この顔、天才が。え、なんやねん、天才が輝くんじゃねえのかよ。腰に乗ってんじゃねえ。あかんやん、あかんやん。張り戻って言ってんだろ。おー、バレーボールとも同じことが。これが影山の本性ってことか。ブチギレ、ブチギレ。野安さんもお前が一番よく知ってるだろ。まあ、そうやな。おう、やるか。あ、ガード。そうだ、ひたすらガード。鉄壁の守り。で、攻撃はいつんの。確かに負けないけどさ。やってて面白いんすか。あっそう。いや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 、逃げてる逃げてる。あ、逃げそうだな、逃げそうだな。うん、緊張してな、パニックってな。ゲームになんないだろ。みんなダメなんだよな。次、俺にやらせてください。楽しみにしてた。どうすんの、どうすんの、いけるか。おう、なんかおかしいけど。初めてゲーム買ってもらった小学生。でもわかる、俺もレース系やったら体動いた。え、難しい。消したましやで、今負けた。シンプルに難しいから血が騒ぐんだろ。はい、まあ、そういうことやな。おい、今俺のパンだろうか。ユウは家でできんだろ。俺にリベンジさせてくれ。合ってるね、合ってるな。俺に任せろ。うん、俺も待ってください。いや、俺もみんなやってんじゃん。いや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 、ひなた、みんなハマってんじゃん。これがゲームの怖さだからね。うるせー、やばいよ。さっさと帰って。モンハンなんて配信ゲームって言うからな、あんなの。やばいよ。おー、ネコマバージョン、リエフ。下手なんやな。ごめんごめんごめん、最初なんて言った。デカデカデカミン、フッフー。そういうこと。デカミンうまいやんな。デカミンとさ、オロナミン C の違いって何あれ。あの大きさの違い、なんか味ほぼ同じやんな。問題です。俺どっち派だと思いますか。はい、一旦画面を止めて考えてください。で、今書いてください。デカミン派、オロナミン C 派。正解はデカミン派です。はい、オロナミン C もうまいよ。てかどっちもどっちで美味しいんだけど、デカミン派。なぜなのか、量が多いからね。わ、違いわかんねえです。違いわかんねえんだけど、量多い方が同じ値段でお得。で、ベタベタミン。で、ベタベタベタミン。あ、うん。わかんねえけど、何の歌ね。何の歌てかさ、なんかこう言ったような、確かね、正常だ。及川さんが、多分及川さんやな、口笛吹いてて、で、いやいやいや、知らんがなっていう話なんだけど、それがなんか仙台の、なんかそういった、どっかのテーマパークかなんかで流れてるような曲だっていう、いやいや、地元民しか知らんがなっていうさ、あのパターンがあったんだけど、これもそうなのかな、コメント欄でお願いします。これわからんねんな。地元ネタ言われてもわからんし、みたいな。おはざーす。おう、おはざーす。どうしたんだ、お前。どうって、何がですか。早くから来てるぞ。一番乗りなんて一度も。夢に向かって打ち込もう。いいね、いちいちこういう文字が素敵だな。ゲンマさん、おはざーす。おう、どんな反応だ。体育館早く行きましょう。トス上げてください。俺、あと1週間でエースにならないといけないんで。なんか日向みたいな感じだったんな。ちょっと違うけど、なんか日向と影山みたいやな。トスを上げてもらってこその日向が輝くみたいなさ。で、ケンマが上げてこそのリエフがね。ドンピシャのトスお願いします。いやいやいや、煙たがってるやん。おー、惜しい。おかしいな。おう、なんか二人とも目似てるな、猫だけに。ちょっとタイミング早かったかな。おお、ちょっとなんか変わってきたな。おお、遅い。ケンマさん、合わないね。トスもっと早くください。何がきっかけでこれが合うようになるんだろうね。もっと早くくださいって。あいつちょいちょいな、生意気感あるんだけど違うんだよね。うん、これね、ちょっとあの皆さんにお知らせすると、なんか生意気感多分感じるところは感じると思うんですよ。それで生意気じゃないのよね、そう見えるだけで。なんか多分日本と外国の違いですね。僕が言うと変なんだけど、あの僕はもう日本ね、あの結構長いのもあるんで、まあ日本人だと思ってもらったらいいですよ。だから外国人と接すると、それこそ今ブラジルナウなんでね、ブラジル人とあの接したりするときに、なんというか、まあ遠慮がないっていうところはあるんですよ。で、それは悪気があるわけじゃないんですよね。だからそれぞれの国のそういったなんか、あのなんか感じってあると思うんだけど、日本は結構読むよね。めちゃくちゃ相手が何考えてるのかなとか、読んでっていう。海外の場合は当たって砕けろみたいな、思ったことをバチコン言うっていう話で、それは別に悪気があるわけじゃないんだよね。本当に日本の場合はそれ言ったらどうなるのかなってめっちゃ考えるやん。考えないからドーンでどう返すの。そういう話、そういうものなんで、まあだからそう
取ったら別にリエフ君がなやこいつとはならないのかなみたいなね、そういう話です。リエフ見てると面白いよね、うん、プロは外野から見てるだけだから、毎回違うタイミングで飛ぶし打点もバラバラ中にいろいろ大変だよって、どういうトスを上げればいいのかわからないよ、うん、日本の電車ええな。その敵まだ倒せないのか。ほう、こいつの攻撃強くてすぐやられる。ドラゴンでもよ、攻略できちまったら終わりだし、攻略できそうにない敵ほど燃えるんじゃないのか。なんか攻略できなかった、なんだろう、恋愛のテクみたい、つまんないじゃん。恋愛のテクみたい、恋愛話みたいだね。負けたみんな負けてるね。攻撃される前に攻撃すりゃいいんじゃないか。おお。攻撃は最大の防御って言うだろ。はいはいはい、はい、今敵が攻撃する前尻尾が光ってたぞ。めっちゃ目いいやん。見てるだけなのに、まあ、まあ外野にいるからこそなんだよな。外野にいるからこそ気づくんだよ。ケンマなら気づいてるのかと思ったぜ。 お前も熱くなると周りが見えなくなるんだね。いやうまいな、うまいな、一言一言がうまいな。だから監督はいろいろ気づいてやってんだろう な。リエフと彼が一緒にいるようになってない、なってるなってる。最後の一言面白いな。あ、猫さん、猫さん、なんかブラジルに最近めっちゃ可愛い猫いたんだよ。ケンマなら気づいてるのかと思った。まあいいか、省略、可愛いのいたおー、冷静になる、大事な時こそ冷静になる、それゆえに見えるところがある。さあどう攻略する。惜しい、なかなか息が合わないですね。そう、どう、おう、おう、なんだ、ケンマさんが俺に注目し始めてる。おお、俺の才能を認め始めたってことか。ちげえよ、攻略しようとしてんだよ。お前がちょっとも上達しないから怒ってんだよそういうことで、怒ってるで、今違うけど、半分、半分、全然大丈夫ですか、半分怒ってる焦ることはない。いや、おじいちゃん分かってんな、進化はしていってるよ、うん、そういうことやな。今はまたその過程だ、うん、そうっすね。その前にちゃんとレシーブ俺のところに返して、うんペースはいいやんね。なんか最初噛み合ってなかったし、うん、今噛み合ってるから話が。おい、ええやん、先行くぞ。どう、はい、そうなんだな、っていいよ、こういうランニングもあるからね。俺もケンマさんと合わせる努力をしないと。おー、俺はネコマのエースにならなきゃいけないので。おー、いいっすね。周りを全部見えないといけないからね。あ、ネコさん、お、二人ともネコに行く。あ、全く同じ方向、顔が向いてた。あら、あら、降りれない。この前の猫だ。かわいそうに。降りられないのか。たまにあるんだよな。登ったはいいけど。お前。お。ジャンプして届くの。無理や。楽勝です。楽勝？マジで？せーの。え？身長分は余裕であるよ。あらららら、あらららららら。敵だと思われとんな。どうすんの？この高さが。攻略だ。攻略だ。無理やろ。やっぱ無理やろ。引っかかれたか？そんな捉え方したら、そりゃびっくりして引っかかれるよ。どうしましょう、ケンマさん。おう、どう出る？周りを見て。うん、肩車か、いけそう、肩車か、うん、あ、今クロを探したのかな、クロ、はい、を探してこっちへおいで、いないみたいな。おお、ふしゃってる、完全ふしゃ猫、さっきのがまずかったですかね。おお、やめたい。何言ってんの、早いな、早いな。そもそも動物苦手だし。いや、そういいから下ろして。めっちゃ猫っぽいのに。ないだろう。いや、優しいね。すいません、調子こきました。別にそういうの、ウケる、とにかくリエフ優しいな。おお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 おトップトップ、どうなる、いけるか、いや、あお、嘘や、届かない、嘘やろ、やばくね、でどうすんの、どうすんの、おお、反応速度やばくね、なぜいけたの、ほら、いや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 いおー、ええやん、ええやん、動物嫌いって言いながらな、言いながらな、遅いから戻ってきちゃいましたよ。うん、早く上がってこい。猫のピックアップいいな。マイク感使える時間減っちまうだろうが。おー、いいじゃん。お、猫さん、この構図いいな。二人してなんで話し出してんだ、おい。リエフにやられた。はぁ、リエフにやられた。お前ら喧嘩したのか。いやいやいや、違う大事なセッター怪我させてんじゃねえ。はぁ振られてる。なんかおもろいね。いや、猫マカいいな、いいな。それぞれのピックアップとか楽しそうやな。正常にしてもそうやけど、あ、伊達の方も面白そうやな。伊達公も、あの無言の兄ちゃんとかな。これから試合なんだから。お今が大事な時。あいつはいつも生意気で理解不能なとこだらけだ。はい、だけど、うん、だけど、うん、お願いします。ストレートだね、熱いね。攻略できない敵ほど燃えるんじゃねえのか。いいじゃん、いいじゃん。だボスってことだよ。攻略した瞬間に化けるよ。昭陽に似てる。
か。おおおー、すごいじゃん、すごいじゃん。日向ってことやろ。翔陽伊豆日向やんな。おおおお、いく、これはいくぞ。お、高い高い、あ、逆にか、高いのがな、高いのがな、えぐいな。高いってことはめちゃくちゃこれやりづれえぞ。うわ、猫間ただでさえ強いし全然勝ててなかったのに。海岸です。かっこいい、かっこいい。エース海岸で、おお、冷静にいけるか。おお、当たった当たった当たった、全然いいじゃん、当たっていいじゃん。笑うな、ただの潜り当たりじゃねえか。笑うな、でももう一回なってるよ。おお、ケンマさん次俺で。周りが燃えてくるな。先輩が先だ。いいじゃん、いいじゃん。なんかちょっとワクワクするな、こういうの。前らこれから試合するんだからな。なんか久しぶりだからこういう風に猫間のね陣営を見るのもいいな。リマインドになる。わ、血液が回る、ずっと言ってるもんな。循環する、そこなんだよね。とにかく循環してんだよ。さあ来ました。ボコりそうなもんだけどな。おお、滞りなく流れろ、酸素を出せ、うんうん、脳が。うわー、曲いい感じ。正常に働くために。おお、緊張してる。なんすかそれ。おい、気合い入れだ、気合い入れ。いやでもここで戦わせるの正解だよ。なんか文句あんのか。おじいちゃんさすがだよ。これだけはリエフにどうか。よし、あ、クールなタイプだからね。はい、クールなタイプだから。必要あるみたいな。ええやん、めちゃくちゃええやん。おお、え、これ OVA の曲なのかな。これがなんか OP とかに来たりするのかな。あー、気になるね、気になるね。ちょっとこれフルで聞きたいんですけどもね。こういうのはリアクション動画であのやりたいなみたいなのはありますんで。はい、ということで、めちゃくちゃ面白いな、めちゃくちゃ面白いな。こういった OVA もあるんですね。てかなんかコメント欄で教えてもらったんですけども、だから2期終わってからも3期までの間にあったりとか、3期終わってからもその OVA があったりとかっつうので、少なくとも 3,4 個ぐらいは OVA があるって話なんでね、すごい楽しみなところでございますけどね。ということで最後にもう少しねありますんで、ここから引き続き見ていきたいなと思います。それでは行きましょう。来た、まだやってんのかよ、まだやってんのかよ。いけるか、いけた。やっぱダメか、負けたか、負けたか、クリアできる気がしねえ。負けたか、これなんとかしないとな。本当王様バレー以外は大したことないんだね。王様できそう。ゲームも上手いもんね。おお、山口うるさい。いや、あ、しかも恐竜、恐竜好きだから。じゃあダメだ、その実力を見せてもらおうじゃねえか。ちょっと待って、いや、モンスターハンターこれ回収なるわ。恐竜部屋にあったもんな。いや、ツッキー多分これクリアできるわ。お前もう終わったべ。あた、終わってねえし。おう、いや逆にツッキーのブレが見たいわ。おう、どうした、どうした。やめろ、大地が切れるぞ。おう、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 あ、やばくない、ね、やばくないそれ、やばくない。あ、猫が落ちた時みたいに速攻で反応して取りに行くのが日向。俺の予言は当たる、来い。当たらんのかい、くそったれ。うるせえ、さっさと帰れ。格好つけたらこの有様かよ。いやマジでさ、なんかあの配給って予定調和なのかなって思うんだけど、予定調和ないっすね。はい、ということで今回はこの辺で、ここからですよ、ここから2期見ていきますよ。2期が2期を見ていく、配給2期。はい、ということで、ぜひとも皆さんで毎日9時からプレミア配信やりますんでね、ぜひとも一緒にみんなでワイワイやりましょう。みんなグッと押した、これグッとめっちゃ大事だから、グッとイコールシステム的にも拡散の意味があるんで、もう毎回みんなもグッとズババ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 、でも毎回100いいね目指しましょう、100いいね目指していきましょう、よろしくお願いします。ということで、グッドボタン、チャンネル登録ボタン、そして通知ボタン、動画が出た瞬間に来れるように、特にプレミア配信その瞬間が大事だからね、チャット欄でみんなで遊べるんで、瞬間に来れるように通知ボタンよろしくお願いします。 OK ですか。また次回2期でお会いしましょう。 See you next time!